トップの言葉が現実になる。大阪府高槻市、界面活性剤の製造技術を基盤に薬品の研究開発を行う株式会社日新化学研究所。化学薬剤の新規開発をはじめ、高分子化学薬剤、油脂化学応用薬剤などの研究開発も行う企業だ。今日はそのトップの言霊に触れる。株式会社設立からですと3代目なんですよ。でこの3代目っていうのが歴史上割と問題になる数字でございまして、で3代目がうまくいったことによって、まあ、長きに続いた幕府もあれば、3代目で亡くなっていった大名のお話だったのをよく聞くわけですよね。まあ、ですのでもう本当に大事なことは私は次の代につないでいく、過去と未来をつなぐところに私はおりますので、まあ、今後その4代目5代目ってなっていく、例えば100年企業200年企業になっていくっていう中の今でしなきゃいけないことをきっちりしていくというのが一番大事なのかなと。営業面の会長ですね。で私は技術職しておりましたんで、技術面で私がおりまして、で今その営業面と技術面の両輪がちょうど噛み合って回ってる今が一番いい状態ではあるかと思います。社長の座を息子へ、先代社長である加藤春夫会長に今の思いを尋ねた。企業は人なりと申します。そしてですね、私がいつも思っているのはやっぱり社員の幸せ、この一点ですよね、ある意味ね。ですからお客様に大事にしていただいて、永続させてもらって社員の家庭が幸せである、この一点で、まあ、経営しているだということでしょうかね。要するに日進月歩ということで、まあ、日に新たにということで毎日、前進していこうと、要するに全員がね前進していこうというのを底辺に、まあ、考えていると思います。社名にも表れている会長の思いはまた現社長にも受け継がれていく。会社というものは社会から必要とされないことに生き残っていけませんので、とにかく社会にお役に立てる会社になりたい。間違っても社会に迷惑をかけてしまうような会社になってはいけないなというふうなところがありますね。まあ、だから倒産させてはいけないということも含めてですけども、でやっぱり技術的な信頼を私の代で損ねることが絶対にあってはいけないというのは私の中では強く思っています。永続的発展ですね、まあ、要は長続きさせて、長く続けていくために必要なことはっていうのが私自身の考えとしてベースにございますので、いかに長く続けていけるか、社会にお役に立てる会社になるにはどうしていけばいいかというようなことを考えております。長年受け継がれてきた意思はまた新たな世代へ、それは社長だけでなく社員にも。日々の成長と人々の幸せを願う日新化学研究所はこれからも未来に向かって進み続けるだろう。言霊、古くから言葉には不思議な力があると考えられてきた。日本の舵を取るトップの言霊から日本の未来、そして時代が垣間見れたのではないだろうか。